こんにちは。では早速質問します。はい、今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。とマイナビから、見て参加を決意しました。はい、はい、では、インターンシップを始める前の何、か経験があれば教えてください。経験、まあ、学校で勉強したこととか、どんな勉強してきたかとか。あ、はい、と学校では、ゲーム作りの、一通りの工程を教えてもらいました。企画段階から始めて、自分で画像を用意したり、音声波形の編集なども教わりました。はい、はい、では今回インターンシップでやった内容を、教えてください。毎日の記事作りと、動画を作り、一つのゲームをテーマを決めて作りました。それぞれ具体的にどんな内容でしたか？記事と動画に関しては、私が好きな、ゲームの、マインクラフトについて書いたり、作らせていただきました。ゲームに関しては、冬のスポーツというテーマで作らせていただきました。今回作ったゲームは、スキーで、と雪山を滑り抜けるゲームです。じゃあ、 今回、まあ、今日でインターン最後ですけども、インターンシップを終えての感想を教えてください。とても有益な時間を過ごせました。普段、指摘してくれる人というのがあまりいなかったので、とてもいい経験になりました。こちらから以上です。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。